皆さんご機嫌いかがでしょうか大和物語の第127弾です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「また」という漢字です。次は「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます。ここは「なし」。次は「人」。これは「大きい」。 これは2です。読み仮名が振ってあります。た。それからい。これです。これは2塗りの2という漢字を崩したもので、にと読みます。次はの。これは多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次はち。これはにという漢字を崩したもので、にと読みます。 次はて、これは秋。次は能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。次はも。これは道。これは超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。次はよ。これはま。次はせ。これはけ。 次は「とという漢字を崩したものでレと読みます。次はハ」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうまた同じ人第二の太刀にて秋のもみじを読ませければまた同じ人に第二の屋敷で秋のもみじについて読ませた時となります 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはし。ここは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。次はの。これはね。次ははちという漢字を崩したものではと読みます。これはい。次はくら。 これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはり。次はの。これはくれ。そしてな。次は井戸のい。ういと読みます。これはそ。次はふり。 次は川という漢字を崩したもので、つと読みます。これはるいという漢字を崩したもので、ると読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはら。次は耳という漢字を崩したもので、にと読みます。これは山次はの。これはそむ。 そして乱、それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。鹿の音はいくらばかりのくれないぞ。ふりいずるからに山の染むらん。鹿の鳴き声にはどれほどの紅れないが含まれているのでしょうか。鹿が声を張り上げて泣くにつれて山が紅れないに染まるようです。となります。 今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。